Stomping.皆さんこんにちは、梅崎はるかの絶対センターは NG なし、イエーイ。ということで、はい、初めての動画はですね、10月13日に向けての後楽園に向けてですね、茨城県にある日立太田市の竜神大吊り橋でバンジージャンプをしてきました。してきました。そうなんですよね。してきたんですね、もう、はい、そうなんです。そうじゃん。私の段取りが悪くてですね、はい、オープニングまさか の飛んで撮るという、はいはい、時間がね、バタバタだったの で、はい、今飛んできてから今オープニング撮ってるんですけど、さっきまでね、飛ぶ前のオープニングにしようねって言ったんですけど、飛んじゃってましたね、はい、訓練が、はい、うん、もう見てください、はい、皆さん、この澄んだ空、これはですね住んだ空ですね、はいはい、私茨城県出身なので、はい、あんまりこっちの日立太田市の方にあんまり来たことあんまないんですけど、やっぱいい空でいい空気ですね。今回バンジージャンプするにあたってなんか理由とかあるんですか？そうですね、やっぱり10月の13日に後楽園ホールディアナあるんですけど、はい、そこでの対戦カードがスターダムの渡辺桃選手とシングルマッチをやらせていただくことになって、なんだ本当に、6人タッグとかで対戦したことあるんですけど、シングルっていうのは本当に初めてなので、で今そのヘイトっていうユニット悪いユニットですよね、はい、はい、悪いユニットがどんどんなんかいろんな他団体とかに参戦して勢いをつけてきているので、ちょっと負けられないと、ここは自分 のホームディアナでもありますから、ここは負けられないので、ちょっと変わったことをして勢いをつけていきたい。その意味ではバンジージャンプ最高ですね。はい、いや本当に自分あんまこういう高いとこもあんま得意じゃないんです。やっぱそのやるっていうその気持ちを、うんうんうん、はい、皆さんに見せたいなと思って今回飛んでみたいと思います。はい、はい、飛んだんですけどね。
どうですか、茨城の空気は。いや、最高ですね。最高ですね、空気。茨城出身なんですけど。あ、そうなんですか。あ、はい、一緒です。なので、いい空気を吸いながら頑張ります。ここの試合よりも緊張する。うわあ、大丈夫ですか。でイメージ、この真ん中のお写真みたいな感じ。あ、めっちゃ綺麗。飛ぶときに足からは飛ばないように頭からでお願いします。はい、後楽園ホール大会、渡辺桃選手絶対勝つぞ。そして1000人動員目指して頑張りたいと思います。みんな私の決意を見とけよ。はい、ここの席に行った。うわー、超怖いんだけど。マスク前見てね、見とけよ。これ吸えますか、落ちてるとき。うん、大丈夫。大丈夫。マスク剤見てね。ちゃんとしますね。はい。では行きましょう。はい。5、4、3、2、1、パーティー。わーわーわどうでした？いや、目開けれなかった。怖くて震えが止まらない。すごすぎ。飛んでたんですか。本当に綺麗に飛んでましたよね。綺麗に。はい、本当ですか。いや、飛びましたね。よく飛びました。怖かった。いや、写真もなんかプロの方に撮っていただいたんですけど、はい、全部フィグレットになってました。全部試合中の顔と一緒の顔して。もう飛んだ後の達成感が、はい、半端じゃなくて、これ本当に後楽園勝てるんじゃないかなって自信につながりました。いや、本当にすごいんです。バンジー のお兄さんたちが、はい、最初なんか5、4、3ぐらいでやるのかなと思ったんですけど、はい、もう5、4、3みたいな感じで、はい、5、4、3、2、1、パーティー。早くて、いや、もうこれは飛ばざるを得ない、うわーみたいな感じでした。いや、綺麗に飛んでましたね。本当綺麗に飛べてたらしいで、自分でも全然なんかもうどうやって落ちてんだろうっていうぐらいだったんですけど、よかった、綺麗に飛べてた。ありがとうございます。やることは、はい、ダイナミックに大きくやるんですけど、トークに関してはね、緩い感じでやっていくので、はい、皆様ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイチー。